初心者待機の疾風陣雷プレイ。これね、もう今日最後のプレイにしよう。ここでバシッと決めてくれ、お前。バシッと、うん、バシッとって言うと1位でしょ。1位、はい、1位、はい、1位。1位に行くにはまずどこに行くんですか。これはね、真ん中らへんにいるとさ、楽だけど、そんなこと考え、お、不当行くよ。出だし見せても行けなさそうな香りがしてきて、全然スピードついてない。スピードついてない。もうちょっと、これ60、70ぐらいまで行ってから、うん、これね、いや、不当は行くけど、行くけど、めちゃめちゃ遅い。お前、おい、今どこまで行ってるか分かんないから、お前もうすぐ設置するぞ、お前ちゃんと見とかね、どこまで行ったか全然行けてねえし。ほらー、マップ見えてんだから俺大丈夫だよ。ほら、行けてないじゃん。もう、あ、でもそこあれじゃん、いっぱい家があるとこやん、謎ハウス、うん、まあ、まずそのでっかいハウスから行け。そこはあの天井まであるから、ね、天井まであの味わいたい方で、高級薬だけ4つも取ったってしょうがない。オードトーキングなんかお前そう、お、それはもう外ですね。上上上上に行こう。リフレックサイト。報告。まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推進する。いいじゃん、もうそれで。回復薬と、回復薬と、拡張ファスマがつけれる武器が決まってるからな。それはちょっとな。バックパックが欲しい。あ、じゃあ上行けよ。天井、天井行けよ。なんでそこでやめたんだよ。ドリフター。お、で、大量の回復薬。レーザーサイト。あー、悩むね。こっちにしとこうか。お、なんかつけちゃったっけ、ついてないの。いや、ついてるけど、まあまあいいよ。サイトだからいいよ。もう、でもアーマー欲しいね。アーマーは探そう。左の家とか早く行って、さっさと。で、それ近距離接敵、それじゃ対応できないから、そうそうですね。あっ、え、あ、バックパックじゃないんだか。それどうせすぐ出るから別に死ななくていいけど。おお、いいね、いいね。ちょっと考えたうんってなったよ。なんかもう何を考えて盛り付けしようとする悪い癖治ったな。ちょっと今自分と戦ってたのすごかったけどな。ここでもほんと誰もいないね。やっぱ、遠いし、あ、あまあまあまあ、甘酒でしょ。おー、よしおの好きなの出てきちゃった。せっかち回復。ご利用し勝利が。ラストシーンのために。なんか、ダセーけどな。うわー、いやー、俺結構かっこいいと思うよ、それはそれで。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。斧がいらねえけど、あ、斧はず、あ、それっすよ。うん、それつけらんない。もうやり合ってる音がちゃんと聞こえる。おお、来た、バックパック。斧拾うか。うそ、だって斧を拾う。そうそう。いらないでしょ、もう別に欲しいもん、どけ。結構十分だよな。遠距離やれる。で、ここで、いつもだったら欲を出して他を漁るけど、もうエリアに入っておくのがいいんじゃないでしょうかね。うん、俺はね、エリア向かうわ。うん、デッサがあるから、方向、方向、外れた時に思いっきり走れる保険もあるし。これ何？あのね、ドア開けたらね、開けた時はもうその、あんま躊躇しなくていいと思うよ。ささっとだけ見て、もう逆だよ、それ。ここ怖いな。え、あさんの？ここだけあさろうか。そう、もうそれ割っちゃっていいと思うよ。もうそのいないと思う。てか俺らいない前提で歩いてるからさ。ラッキーがね、あるかもしれないからね。ないからね。ないな。そんな結構近くで降りたんじゃね説あるけど。これ動画にはされてないけど、お前あのマルチでめっちゃ練習したからそれ出てるね、今。しっかり。出てる？うん、出てるね。あ、確かに。うん。ちょっと俺の今は集中ちょっと違うもん。うん。その辺。あ、あれがあるよ。赤箱。
もう使っとけば外傷用、なんか変な素材。そうだね、うん、ほんとね、外傷用ね、割とさっさと使っちゃった方がね、結構近い、ね、あの目の前の、そんな遠いやでもさ、こっからさ、今さ、ガンガン来るわけじゃん、うん、もうね、先走り込みたい。でも 車近いよ、車近いから。ちょっとここら辺怖えな。なんか怖くなった。あ、なんかわかる、その気持ちは。なんか吉郎が怖いって言い出すのわかる。いるじゃん。え、自分の足音今の。うん。ですね。このちょっと遅れてくる足音やめてくれよ。石油採掘やべえけど、逆に石油採掘突っ込んでいいんじゃない？これ。隠れるとこないな、マジで。いや、もう後ろは気にしなくていいよ。後ろはその、撃たれたらただあの、どっか走ればいい。そうそう、木かなんかの裏に隠れるっていう、ね、回復しながらね。それエリア内か。じゃあちょっと報復してみたら、そこで。それで、なんか様子を見つつってのが賢い。俺ね、もうちょっと多分奥行かなきゃいけないと思って。あ、そう、じゃあ行きなよ。だからこんなことしてる間に頭ズドンで一応一発で死ぬからさ。これ、あ、そこに家あんのか、怖いな。こっち側からアプローチかけた方がいい。いいね。でも一応理論上さ、このゲーム、その素直の頭ズドンで一発で死ぬけどさ、うん、もうそんなこと起きたことないわけよ。ああ、2発ぐらい止まってでもない限り。そうだから、うん、自分か、分かりづれえなこの足音。自分だね、自分だね、うん、もう自分の足音に怯えるっていう、あの愚かしいよね、うん、尻尾を追いかける犬。そうだね、その状態だ。これ一応中のやつからは撃たれてもそんなにやばくない。撃たれた瞬間走ればいい位置だから、走り撃たれたら走る。で問題は右側から来る人なんだよ。こっち側から来る人、左でもちょっと見といた方がいいかも。その左のさ、石油採掘場のさ、家にいるやつがいるかいないかはそのスコープで多少見とかないと。 あとそのまあ土正面、あの左のさらなる崩壊が予想される。指定された政府ゾーンに向かえ。あと右のどこ、もうちょい右の、そうそう、そういうとことか。あ、大丈夫そうだな。ほふく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 でやり過ごせ。絶対バレない、ほふくしてるわ。動かなかったらね。まあ、こっちには来なかった、そもそも。で、そうね、次エリアどこ、工場か。渡んなきゃいけないのか、うん。これ相当厳しいね。早めに行かないと、後から行くとやばいから。一番右からアプローチかけるわ。ちょっと、結構リスキー。リスクもあるけど、最終的には位置取りはこっちの方がいいよね。あれ、車あんな。車使えば割といけるっちゃいける。あ、そうだ、車乗ってた方がいいわ。てかもう車の方に走った方がいいっす。捨てるとこに。いいね。工場は普通に橋を渡ってって。この辺、あ、もう撃たれてるわ。オロゲでも超遠いから関係ない。あ、あれ俺砂っぽいな。バカが撃ってるわけでしょ。いやでも砂だからワンチャン一撃で行くかもしれないっていう。こういうの中まで、てかもっと上まで行くか。その山岳の、どうせな。あの家とか行くか。うわーやばいやばい、走る、止まるな止まるな。そうそうそう、そのケツ抜きだよ。うん。ただ車も耐久値あるから、全然、壊れてもおかしくないので。サークルの崩壊が始まる。追ってるか追ってないか。いや追うわけはないよ。追うはさすがにサイコパスでしょ。サイコすぎ。うん。もうここまで来りゃいいんじゃない。あ、あそこの、あそこの家来てな。あの家まで回復しようよ。とりあえずこっちでお茶濁しとく。まずサブマシンガンに持ち替えた方がいいです。もう今は。取った後だな、これは。隣にないわけないもん。だから近くにいるってことだ。で、ここに隠れることないから。ちょっと待って。これ前の足音か、うん。左の建物、声入れば、ちっこい。いや。怖っ、自分かと。そこもうね、マジで走らない方がいい。
多分ね、こっちにいるのよ。ちょっと待って、考えた方がいい、ちゃんと。そうだね、結構いい位置だ、多分ここは次に。もうちょっと奥行く？え、ちなみにあの上さ、パイパー通ってんじゃん、あそこはもう範囲外なのよ、もうあそこまでのステージは。あ、ここが、そうそうそう、ね、だから一応丸描いてるけど。これに沿っていくか、こっち？ここら辺いる？でもその辺ね、もうほとんど建物とかなんもないから範囲外なんだよ。うん、え、なんか次のエリアが出るまでは今みたいなその岩の裏とかに隠れてる方がいいと思うよ。下手に動いてもバレるだけだ。そうそう、バレるだけだから、あ、まあ、あの岩の上とかは結構ありかもね。ただね、そんなにアイテムもいっぱいないからな。今俺ライトだけ見てやんだっけ。ライト、ライト、ライトか。うるせえな、うるせえな、ガン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 ってやめるの。あそこを、そうだね、ちょっと覗いてみて、もし敵を見つけられたらラッキーだけど。そうね、で後ろから来る分には聞こえるし。うん、そうですね、いいこと言った。もうじゃあもうほんとここで耐久戦っていうか、で撃たれたらこの岩の裏に隠れる。そうだね、指定されたセーフゾーンに向かえ。ど真ん中。あ、パーク何あるっけ。せっかち持ってる。せっかちでマジで最後あのね、ご両勝利できるからにしては少ないな、ちょっと。ドリフターは割と割りかしすぐ使うな。もう今これ終盤さ、建物の中いたらさ、うん、なんか投げ込まれて死んじゃうから、うん、どっちかっていうとこの荒野の方が安全だからさ、うん、ちょっと待って、マップは閉じて一応前見といた方がいい。ちょっと集中するシーンだ、うん、これ音聞く。そうだね、音。いや、あ、投げ物はねえのか、うん、ないないない、うん、いや、かなり物は少ないよ。他は情報としては特にないな。もうめっちゃ来てるぞ、その一応その岩の上から覗いてもかなり安全なのよ。下から撃たれたらすぐにその下がればいいだけだから。うん、うん、いや、あのね、それもうちょっと踏み込んでもいい。そんな半端にやるのが一番謎いから。セーフゾーンに向かえ。これ結構頭出まくってね。出まくってるけど、あ、じゃあ補復してそのまま登ってったら。右側から見られるのが一番嫌だ。右側ケアしたくないもん。であと16人だからね、ちょっと人の位置ね、知らないと。ここは結構いると思ってんだけどな。あ、いる、右上にいる、そのん動いてる、あの、ちょっと待って、覗いてみ、覗いて、もっと右、右見、もっと右、もっと右、もっと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 、そこ、ほら、いるじゃん。よく気づいた。うん、あそこ一人ね。ということは、だからあいつはあのパイプのラインに沿ってこっち来るわけよ。一番頂上まで取りたいから、あいつも、はいはい、だからほっといたらあいつは右から来るから、うん、絶対いつかは倒さなきゃいけなくなるよ。オッケー、倒そう。で、あと、そっち側も。壁がちゃんとあるね。こっち側？もう見て、そっち安全ならば、もう、あの集中は全部、さっきのやつに向けた方がいいと思う。立ち上がんない、やばい。じゃあ、こっちか。そうだな、どっちかっていうと。まああいつだって完全にそっから来るけど、わかんねえな。いや、多分あいつもね、向こうからそのスコープでこっち覗いてるから。ここだよね。うーん、でソードフィッシュここら辺だよね、とかこことかで、ね、11人か。ちょっと隠れもしといた方がいいな。ああ、そうだね。あ、それいいね。その位置かなりベストじゃないかな。そんなに見なきゃいけない範囲広いのは困る。で、こっちは大丈夫だから。うん。デッサさえなければ、もうほんとここだけ見てれば、いいってことだよね。さらなる崩壊が予想される。どこ次？指定されたセーフゾーンに。ど真ん中も。みんなこの岩の上取りたがるから、うん、絶対来る、人は。来たら武器持ち替えて、打ち合って勝って、すぐ回復して、
世界使って、もう時間ねえからこれ使っとこうな。いやいや、あんま意味ない。あ、まあ、ドリフターはちょっと意味あるけど、ドリフターは今使った方がいいね。その少し移動するのとかでも、もう結構今この岩の下とかにも敵いる可能性大だから、うん、中腰になって今一度後ろとか見直した方がいいかも。その今さ撃ってるやつのさ車線とか確認できれば。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。岩の上から見たらまたあと7人だから、本当情報が大事、ね、情報が大事、ね、いねえな、やっぱみんな隠れてんだな。集中して、そどっち側もうそっちだな、危ないのは。お、いた。撃つなよ。できれば気づかれない方がいいから。距離でもないしな。うん。間合いに入った時に確実に仕留めて。向こうに気づかれてるかどうかな。落としてない今。あ、今自分。あ、自分よかった。ガタガタってなった。怖っ、お前。いる？あ、いるね。で、ソードフィッシュでちょっとあれ倒すのはね、至難だから。あいつがここ目指して来たところを仕留めたいね。うん。まだまだ先だと思う。その、てか、それよりも先に情報を与えると、なんか投げられちゃうから。お回復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 。撃たれたね。撃たれた。撃たれたけど、そこは多分死なない。死なないからもう一回回復しよう。なんか投げられるかな？いや、投げられないと思う。で、あいつ撃ったから、多分その手前にいるやつとやり合わなきゃいけなくなってるし、あそこからはとてもじゃないけど、物届かないから。うん、投げるんだったらもっとあいつは終盤しかできないんで、だから今この隙にお前ここを降りるのありかもしれない。 どっち側に。いや、だとしたら後ろしかない。もう手前は2人いるじゃん、うん、これ後ろから撃たれずに降りるの結構至難の技じゃない。だからもうそれは倒すしかない。だからどっちかが、てか今ソードフィッシュのさ、うん、周りに前方は敵いないから絶対負けちゃうのよ、うん、で後ろはまだいるかもしれないから、その間合い内に。そうか、そのもう今正面は今ここに居続けるのは良くない。とりあえず良くないと思う。もうそろそろ、じゃあそれに従ってこっち行くよ俺。そうだね。あのでもすぐに岩の裏隠れないと、あの狙撃してきたやつの元になっちゃうから。指定されたセーフゾーンに移動しろ。ちょっともう一回見ていい、こっち。ああ、そうだね。情報が欲しい。あ、それで出しすぎかを。もういないんじゃない。ここてかもう近づいてる臭い多分。いや、ちょっと一旦隠れた方がいい。もうあの情報ないのにこっちはもう変わんないから、こっち行こう。離れた方がいい。うん。お前だけ。いた。いた？いた。じゃあそいつはもう倒した方がいいわ。デサ使う？あ、デサ使っちゃえば。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。え、どれぐらいの距離？うわ、センサーダートだ。ここ岩の裏。え？センサーダート貼られてる。俺食らってる？俺食らってる？もろ食らってる。場所バレてる。走。どっちかに逃げないと、もう。あ、離れた。いいよ。そこ、ベスポジ。あ、え？ダメだ。かかってる。音離れた場所がさ。でもこっち隠れらんないよ。隠れらんないけど、でもセンサーダートにバレるぐらいだったら、そこで捕服してた方がまだマシだわ。捕服。気にするな、後ろじゃないかな。あ、でもこれバレないな、向こうが。あれだったら。いいね、うまいこと。武器どっちがいい？サブマシンガンとても当たらないと思う、その距離は。うん、もう見つけたら撃つでいいんだよ、ね。うん、OK。落としてる、落としてる。今動けないの、これ。はまってて動けない。俺自分の音、今。あ、そう。あ、いた。倒せ。あれはもう倒した方がいい。あー、ダメだ。ダメだ。コンカッションだ。あれ、どっちのコンカッションだ、ちょっと見ようぜ。5位。かなりいいとこまで行ったな。いい立ち回りだった、でも。あいつバレてないっぽいな、これ。え、あいつが投げたコンカッションじゃないんだったら、すごい残念だな。うん、バレてないわ。あ、バレてるわ。いや、あの、ね、うまいな。でも、よかった。普通に、あの、
判断が、そのさ、後ろはもう気にしないとか、ちゃんと正しい立ち回りしてたから。なんか悔しい。あの、今までのやってきたことが生きてるわ。うん、これは、本当に、生きてる。よかった。じゃあ、それだけでもよかった。それだけでも絶対よかった。あの、見応えあったんで。よし、わかった。うん、この調子で頑張って。ありがとう。100回までには絶対1位取ろう。そうだな。うん。まだ40回行ってないもんね。行ってないね。全然行ってない。だから、行く、もうこれはかなりもう、いずれ行きそうな感じは見えたね。もう行く寸前で。行く寸前。